はい、基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。今回は私がね、現役時代にね、クイックと絡めてコンビね、バレーをした時に相手のね、ブロッカーをね、つかないようにノーブロックでね、スパイク打つ方法について解説したいと思います。これね、以前の動画ね、30分ぐらいね、動画でも説明したんですけども、ちょっと、ね、長いので今回ね、コンパクトバージョンで説明したいと思います。早速ね、じゃあボードを使って説明したいと思います。今日のためにね、このためにね、ボードを変えました。で、これ分かりますかね？で、L がレフトで、C がセンターで、R がライト。で、S がセッターっていう、ポジションですね。で、こっちがね、攻撃3枚ね、あるとして、相手のね、ブロッカーも3枚ね、ブロックいます。で、攻撃3枚で、セッターがね、後衛で、まず前衛ですと。で、チャンスボールが来て、ね、じゃあ攻撃しますよって言った時に、まずね、一つ目。私がね、かなり多用したバージョン一つ目が、レフトがね、私レフトプレイヤーなので、レフトがいますと。で、これが私として、センターには B を入ってもらいます。センターにはここでね、B に入ってもらいます。そうすると、このブロッカーがね、このブロッカーはこっちに移動しますよね。で、そうすると、で、ここは開くんですよね。それで、で、レフトの人が、この B の、ね、後ろを通ってきて、ここで B で入るので、その後ろを通ってきて、前攻みですね。前攻み。前攻みを打って、時間ですね。B の前攻みって攻撃を打つと、で、このブロッカーは、私がね、ガーってこっち来るので、で、このブロッカーもね、こっちでね、いるので、移動するときにこの後ろを通ってブロックに入らないといけないので、ちょっとね、ブロック行きづらいんですね。そもそもね、トスも短いので、こっちからバーっていう風に行っちゃうので、ほとんど間に合わないです。なので B のバーっていう風に入って前攻み、これがかなりノーブロックで打てるバージョンですね。これがよくね、試合中に使っていた攻撃一つ目になります。じゃあ次に二つ目なんですけども、今度はね、ポジションが変わって、ここにセンターがいて、で、ここにレフトがいます。ここにライトがいるとして、相手は3枚ブロックで、こっちも、3枚攻撃としますよね。で、サーブ打ちます。で、後ろの人がサーブカットをしましたと。で、ボールが入りましたと言った時に、この人にね、A を入ってもらうんですね。A クイック。で、A クイック入ってもらうと、基本的には、どういうふうにね、ブロックするかっていうのは、そのチームによって、分かれると思うんですけども、基本的にはね、相手のセンタープレイヤーが、こっちのね、センタープレイヤーの速攻とかっていうのをね、ブロックするんですよね。なので、この人がね、仮にセンタープレイヤーとすると、この人が A クイックに入ると、やっぱここにね、ここにブロックに入るんですよね。そうすると、で、この人は、この人をマークしているので、で、この人が、私の場合だったらここで前攻みですね。A の前攻みって入ると、ここでこういう風にしてブロックに入らなきゃいけないんですね。そうすると、なかなかね、ブロッカーとしては、回り込みづらいっていう話なんですけども、私の場合は、ここで一回、よくね、フェイントを入れると、ものすごくね、効果があって、で、そのままね、A 入ってもらって、前攻みっていう攻撃でもいいんですけども、そうすると、相手はね、このスパイカーを見ながらね、こっち移動できるので、間に合っちゃう可能性があるんですよね。なので、一回ね、この人が A クイックに入るときに、一回こっちにね、移動するんですね。私は、ライト側、こっちはね、D とかっていうのを、こっちの中でね、攻撃を打ってもらうように、お願いをしていて、で、この人は、ちょっと、ライトね、バック攻みですね。バック攻めを打つと見せつつ、こういう風に移動するんですね。普通に前攻めでこういう風に移動してもいいんですけども、もっと上級者になると、一回ライトに行って打つんだよって見せつつ、助走をね、一歩、足を一歩出してから前攻めっていう風に、こういう風にね、移動すると、相手のブロッカーは一回こっちに移動するので、あら、いなくなったって、こっち側にね、その助走の時に最後こっちにいるので、いなくなったってことで、
ブロックがね、つかないパターンがあるんですよね。これはね、かなりノーブロックになる確率がね、多いと思います。センターに A クイックを入ってもらうと、こっちの人がね、A ブロックするので、で、こっちのブロックが開くので、で、この人がね、そのままこっち行っちゃうと、このね、相手見てるので、こっちにすぐ回りやすいんですけども、その時に一回ライトに打ちますよって、ここに打つんだよっていうふうに見せといて、一歩こっちに出して、前攻めっていうふうに打つと、ブロックがね、ノーブロックになりやすいです。じゃあ次最後三つ目なんですけども、まあ三つ目はね、これ、まあ、ライト、センター、レフトっていう感じにして、で、三枚ね、相手ブロックして、まあここにセッターがいるとしますね。で、その時に、今度私の場合なんですけども、レフトのポジションで、まあサーブ打ってきましたと。で、サーブカットを誰かが下が取って入りましたって言った時に、私ね、サーブカットが、ね、サーブが打たれた時に、あ、自分のところに来ないなっていうふうに思ったら、すぐね、ここに移動するんですよね。すぐここに。で、センターのね、後ろら辺に、センターがね、速攻入るので、セッターの速攻を邪魔しないところに、まずこっちに移動しますと。レフトがね。レフトが移動しつつ、ここで、私の場合は、バックライト。本当は本命はここに打つような、バックライトをね、バックセミですね。バックセミを打つんですけども、で、速攻の、ね、センターの速攻は、まあ、A でも、まあ、B でもいいんですけども、基本的にこっち側、この、こっち側に移動して、そのね、レフト寄りの方に攻撃をしてもらうようにお願いをしていくと。そうすると、このブロッカーは、まあ、こっちとか、こっちにブロックをね、移動すると。で、このライトブロッカーですね、私の見てる。レフトのブロッカーは、私はこっちに移動してるので、この人もね、こっちに移動するんですよね。ここに移動すると。で、そうすると、で、私が一旦、こっち側に、速攻が入ったらすぐに、こっち側に助走するんです、一回。私は前攻め打つんだよって感じで、ここに一歩前に出た後にバックライトですね。バック攻めですね。バック攻めって打つと、相手はここで、あ、あいつね、こっちのレフトのスパイカーはこっちに行ったってことで、一回ね、こっちの方にブロックに行こうとするんですよ。そうすると、こっちに消えちゃうので、ここでノーブロックでバック攻めを打てるっていう戦法ですね。これもね、ちょっとね、その一歩こっちに出てから、こっち、一回右利きだったら左を、一回ね、足を、前攻め側に一回一歩ね、踏み出しつつ、こっち側に行くっていう風にしてもらうと、ノーブロックでね、スパイクが打てます。で、まあ、こういった風にね、そのセンターのね、センターの速攻と絡めて、そのね、ブロックをね、翻弄するっていう方が、とてもね、その相手のね、ブロッカーを突きにくくさせるっていうことなんですね。普通に、一番ね、簡単なのがさっき言ったセンターに B 入ってもらって前攻めっていうのが一番簡単でオーソドックスでね、ノーブロックになりやすい。そもそもね、ブロックはまあ1枚とかもう1枚、まあほとんどね 0.5 枚とかっていう感じでスパイクが打てるので、基本的にはセンターの B と前攻めとかバック攻めっていう風にその絡めてもらうと、そのクイックね、相手のブロッカーが突きにくく、ね、ブロックが、ね、されにくくなって、そのブロックが、ね、ないっていうことは、スパイクが決まりやすいっていうことなので、こういったね、そのセンターを使ったコンビバレーっていうのをね、中心にね、持ってもらうと、かなりね、優位にね、スパイクがね、決めることができます。で、こういったね、スパイクを打つ方っていうのは、やっぱり私も身長がそこまでね、高くなかったので、やっぱりその、相手のね、ブロッカーがね、なるべくつかないように、スパイク打った方が、かなりスパイクの決定率が上がると思います。なので、身長はね、あまり高くないっていう選手は、なので、センターの速攻と絡めて、スパイクをね、打ってもらえたらいいと思います。で、いろんなね、センターの速攻と絡めたパターンっていうのもね、かなり多いはずですよね。A の、まあ、前攻めだとか、A のバック攻めだとか、B と、いろいろね、B の外の、ね、トスとかっていうの、いろいろね、パターンがあると思うので、その速攻と絡めてやってもらうとかなりね、決定率が上がります。あとね、まず何度も先ほどから言っているように、スパイカーでもその、ね、一回、このね、こっち行ったりこっち行ったり、こっち行ってこっち行った感じです。一回ね、レフトと見せて、バックとか、バック攻めとかっていう感じで、一回ね、こういうふうにね、
一歩前出て逆の方向にね助走するっていうことも相手のブロッカーを翻弄できると思うので、そういったね助走の仕方っていうのもね、もしスパイクねちゃんと打てる人であれば、次ねその相手のブロッカーを惑わす助走の仕方っていうのもね考えてやってもらえたらいいと思います。はい、じゃあ今回なんですけども、まあ、クイックね速攻と絡めてノーブロックでねスパイク打つ方法について解説しました。はい、動画実質もバレーボール実質はコメント欄でお願いします。どうやったらね、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録しなかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、LINE アップしています。よかったらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以外でバレーボールのブログやっています。視聴ありがとうございます。また見てください。明日も動画あげます。必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。